イツジュニアユース俺たちをなめるな。お前が若林が言ってた選手か。もしかしてこの10番が本能本気の相性だ。キーパー動けない。まさに俺は世界一のサッカー選手になるんだ。まだだ、まだ行くぞ。へえ、まだ諦めてないんだ。お主らやるの。巧みにひょいとかわした。横をすり抜けた。浦部君、敵陣を切り裂く。リーダー決まってシュート。これは反応しているぞ。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。浦部ワンタッチで送る。フォルマー君、パスを回す。体ごとぶつかっていった。鮮やかなジャンプ。ドリブルでボールを運ぶ。かわして振り切った。伊藤君、ここは抜かせません。もらったぜ。チャンスが決まった。ヒューガもらった。キュアガトゥ君、ここで取られた。鮮やかなジャンプ。このスルーパスは通るか。俺たちは試合終了まで全力で戦う。勇ましい突破だ。それあと前のものか。イーグルを見送る。はっ、それ翼くん、オスのヒールに抜いた。行くぞ。豪快にシュート。ドライブシュート。ここにパスを。ドライブシュートだ。あとブロックを粉砕。ここはパスを出した。浦部君、ダイレクトでパス。ワンタッチで送る。フォルマー君、ここで止めた。体ごとぶつかっていった。キューガ、松山君、ここからロングフィードを送った。よしよし。キューガ君、ここからチャンスを使うか。これでいけ。タイガーコンド、これはなあ、やぶないめ。ブロックを強くにゴール。あー、弾きます。佐野君、このボールを拾います。ゴール前に上げた。セカンドは危ない。慌てて守備に回ります。あっと奪い返した。この中盤、やはりライブシュート。ドライブシュート。ダイン君、このシュートに反応している。パントキック、どこまで運べるか。もらった。イデウス君、飛び越えた。体ごとぶつかっていった。これだ。シェスター君、スライディングでカット。浦部君、パスを出します。ドリブルでボールを運ぶ。ファイヤー君、ボールを狙うと届かない。止められない。スライドを一組の展開。いやー、ビンナイのマーサーニャー、シュタイン君、これはキャッチできない。シュー君に乗る。シュート。ゴールキックから再開です。マーガス、これでこのボールをコントロール。ニタ君、ここからチャンスを作れるか。もらった。キューガ君、連続突破で惨敗。選手たちは呆然と立ち尽くしています。あれがカール・ハインツ・シュナイダーか。ディアス。わ、パスカル、どうだったドイツは。ま、見るべきプレイをするやつは何人かいたかな。でも俺たちほどじゃないさ。
となるとやっぱり俺間もなく開始です。この期待の一戦、会場では早くも両チームへ向けての声援が聞こえています。全日本対イングランド、ここスタークラウンスタジアムのサブグラウンドは沸き返っています。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。3年ぶりの美咲くんとのプレー、久々のこの緊張感、それはドボンです。行くよ美咲くん、横にかわして、うん、翼くん、かわして振り切った。美咲くん、ゴール前に行くぞ。俺たちの空中だ。ナイスオーケー。天高く舞いボールを打ち下ろした。ナイスゲー。セガール君、パスを回す。なんと奪い返した。よし、美咲君、横にかわして突破。連続突破で見せます。そこだ、ツインシュート。翼君、これはゴールデンコンビが見せる王者、ツインシュートだ。ロビンソン君、これはキャッチできない。セガール君、こぼれ球をキープ。翼君、ワンタッチで送る。翼くん、左へ預けます。スライディングで止めた。ロブソンくん、素早く横にかわす。かわして振り切った。これはごぼう抜きだ。ドリブルを見送る。翼さん、パスを回す。
チャンスを出します。はっ、覚悟か、飛び越えた、体とぶつかっていった、翼くん激しいタックル、正男くんツインシュートだ、いっけー、ロビンさん、このシュートに当たった、ロビンちゃん、このシュートを決めてきた、もらったぞ、もらった、ツインシュートだ、いっけー、どういうことだ、行け行け、もらったぞ、かわした、このタックルは不発に終わる、ハーリー君次々にかわしていく、どうだ、あと奪い返した、よっしゃ、直線的ドリブルで蹴散らした、邪魔だ、敵陣を切り裂く、よっしゃ、ヒューガ君得意の直線的ドリブル止められない、ヒューガ君ロビンソン君、このシュートに反応している、全日本この作戦指示が功を奏するか、パントキックで大きく蹴り出した、このパスをトラップ、足が決まった、神野先輩、なんという破壊力だ、センターラインを越えて蹴り込む、地蔵君、なんという反応力だ、まさに発想ダンプカーだ、絶妙なインターセット、スライディングで止めた、やった、ヒット君、ここで止めた、地蔵、センターラインを越えて攻め込む、マサオ君、このパスをカットします、あっ、止まった、体ごとぶつかっていった、イングランドはここで持ち前のバスのサッカーが炸裂するのか、まさに走るダンプカーだ、ジゾン君、なんという破壊力だ、いや、アダムズ君、激しいタックル、ボールがタッチを割りました、全日本この位置からのスローイン、ジゾン君再び、なんという破壊力だ、まさに走るダンプカーだ、ジゾン君、なんという破壊力だ、体ごとぶつかっていった、ああ、マイクを登った、鮮やかなジャンプ、佐藤君、ゴール前に上げた、翼君、クロスに合わせに行く、ロビンソン君、これはキャッチできない、全日本ここは戻りながらのディフェンス、スライディングで止めた、ドライブシュート、ドライブシュートでゴールを狙う、高く飛んでボールを受け止める、ロビンソン君、ボールはまだ生きている、ミサキ君、センタリングに合わせる、空高くで火花を散らす、ロビンソン君、横に飛んだ、ボールはまだ生きている、鮮やかなジャンプ、これはタッチを割ります、スローインからの再開です、ジョエル君、ロングスローできた、攻撃のスイッチを入れてくれた、ジドー君、なんという破壊力だ、カーネギー君、スライディングでカットイン、止められない、ここはパスを出した、ミサキ君、ここは抜かせません、カーディニー君、タックルも決めた、だから、横をすり抜けた、ミサキ君、ここは抜かせません、タイガーパス、これは必殺の抵抗だ、ここ全日本リードして前半を折り返します、このまま押し切ることができるのか、
後半スタート。イングランド、ここで持ち前のパワフルなサッカーが炸裂するのか。どうだ、ヒューガ君、得意の直線的ドリブルだ。加速、スペースにパスを出した。ここは踏みにかせません。アダムズ君、よいよい探して突破。マサオ君、ボールダッシュ成功。ミサキ君、横にかわして突破。連続突破で見せます。ミサキ君、ゴール前にやった。このセンタリングをものにできるか。狙いつました。俺は世界一のストライカーになるんだ。こちら、それ翼くん、激しいタックル。ライトくん、ボールを奪うことができません。かわして振り切った。ミサキくん、センターラインを越えて攻め込む。横にかわして突破。ミサキくん、センタリングを上げた。このセンタリングをものにできるか。このクロスは通るか。イングランド、早くこの窮地を出したいところ。マサオ君、ここで止めた。翼、アート、ドリブルを見送る。長い距離のスルーパス。ヒューガ君、直線的ドリブルで蹴散らした。ゴール前にあげた。ロビンソン君、これはキャッチできない。さあ、ボールを抑えた。全日本、慌てて守備に戻ります。かわして振り切った。アダム君、横にかわして突破。ラッキー君、素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。全日本、この作戦指示がどうどうするか。たけし、パスを受けた。ダイレクトでパス、お構いなしに吹き飛ばす。鋭いスライディング、チャンスが決まった。いくぞ。体ごとぶつかっていった。翼くん、ここは抜かせません。ボール、世界の壁はこんなに熱いのか。翼くん、タックルを決めた。こちら、頭でつなぐ。翼くん、ここは抜かせません。渾身のパスを味方に送る。逆サイドにボールを振る。横にかわして突破。それられない。横をすり抜けた。かわして振り切った。敵陣を切り裂く。これは華麗に回転をかけたシュートだ。オリンソン君、このシュートに反応している。勝つのは俺たちだ。もらった。それ、いけ、それ、またして振り切った。これは相当抜きだ。マッコイ君、素早く横にかわす。かわして振り切った。イングランド、ここで持ち前のパワフルなサッカーが炸裂するのか。ミサキ、パスを受けた。もらったよ。ミサキ、横にかわして突破。ロブソン君、ここで止めた。素早く横にかわす。ミルム君、ここは抜かせません。敵陣を切り裂く。どうだ、これはゴール抜きだ。全日本、相手にボールを譲りません。クラエル君、ここで真っ向いからシュートを受け止めた。キュー君、このためにグラウンドに立っているんだ。クラエル、タイガーショット、それ、はあ、パスを出します。このパスをカットします。これぞ機関士のプレーだ。それ、敵陣へ攻め込みます。翼くん、ボールは届かず、渡しません。翼くん、
クロスを上げた。それ澤田君センタリングに合わせる。パントキック、どこまで運べるか。鋭いスライディング、劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。
さあ、いよいよ始まります。この一戦、好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。全日本対イタリア、ここスタ、さあ行くぞ。イタリア、世界が相手でも俺たちは勝つ。みんな、こちらのフェンスに引き込むんだ。シュートに向かって飛んだ。そんなの知ったことか。俺は俺のやりたいようにやる。ここで奪った。これがタイガーショットだ。フェルナンデス君、これはキャッチできない。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。もらった。そんな、それドリブルと見せかけてパス。そうだ、こんなガキに。スライディングでカット。もらった。あっと、ドリブルを見送る。連続突破で見せます。あらごとぶつかっていった。なったろ君、ここは抜かせません。あらごとぶつかっていった。フェデリーコ君、ここは抜かせません。カスタ、何行け。ボールダッシュ成功。そら、もらえるかぞ。マジ、みんな、ここは守りきるぞ。ロバスの構えに入りました。イタリア、守備固めに入る。これがイタリアの戦術、カテナチオだ。キュー、フィールド、タイガーフッド。正面でガッチリキャッチ。行け、グランセット君、横にかわして突破。アシレ君、飛び越えた。そうだ、このスライディングが決まった。ドリブルで突破。もらったぞ。ここで止めた。横をすり抜けた。ここは抜かせません。一気に君、シュート。ヘルナンデス君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。タケシ、ミスギ君、素晴らしいです。あっと、奪い返した。ここで止めて。何、ボールを友達渡しません。これで美咲くん、横にかわして突破。止められない。ここだ美咲くん、絶対に決まるぞ。いいな、スマートに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた翼くん、ここは抜かせません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。ツインシュート。翼くん、これはゴールデンコンビが見せる。ツインシュートだ。パスを打った。スライディングで止めた。やれ、もらったぜ。素早く横に立つ。どうだマリーヌくん、ここは抜かせません。それ、マキヤマ、ロングボールを送る。そうだ、勇ましい突破だ。これは必殺のボールだ。行くぞ翼くん、ナイストラップ。ボールダッシュ成功。フランクス君、敵陣を切り裂く。ミスギ君、体を反転させかわした。パントキックで大きく蹴り出した。雑魚がまとわりつくんじゃねえ。しまっ、まさにガン抜き。カテナチオの構えに入りました。さあ、鮮やかなジャンプ。フランセスコ君、このスライディングが決まった。かわして振り切った。チャンスが決まった。ミスギ、パスを受けた。ヒューガパスだ。ヒューガ君、シュートを放った。パスを受けた。よし、全日本、まだ守備の体勢が整っていません。フランセット君、素早く横にかわす。前半は両チームともに譲らず、ここからどのようなドラマが。ジム、俺を信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。おっと、
前半と様子が違う。ルチアーノ君をフォローする動きだ。イタリアが戦い方を変えてきた。みんな気をつけろ。なんでかわした。もらってて。スライディング。よし、このタックルは不発に終わります。それこれが本物だ。うまくチャンスを潰す。横をすり抜けた。素早くつなぎます。スライディングで止めた。そんな。ゴルバテ君、ロングボールを送る。ルチアーノ君、このボールをコントロール。まだ俺の邪魔はさせねえ。これはどこまでか。後悔させてやる。ゴールはやめた。まさに主婦若林源三。ルチアーノ君、それボールを狙うも届かない。飛んでかわした。これはごぼう抜きだ。鮮やかなジャンプ。ルチアーノ君、タックルも決めた。横をすり抜けた。チャージが決まった。バサレロ君、ボールを狙うも届かない。マテオ君、激しいタックル。かわして振り込んだ。フランチェスコ君、ここは抜かせません。クレタリア、まさに感抜き。カタリアの構えに入りました。マフィオ君、ボールダッシュ成功。なんでかわした。スライディングで止めた。パスを回す。それ三杉君、スライディングでカット。パスを出します。マテオ君、ここで奪った。ミサキ君、ここは抜かせません。イタリア、ここは戻りながらのディフェンス。ゴルバテ君、いい形でボールを奪った。それイタリア、合わせて守備に戻ります。松山君、スライディングでカット。逆サイドにボールを振る。パスを受けた。ゴルバテ君、激しいタックル。鮮やかなジャンプ。ボールを運ぶ。まだタルベリ君、連続で見せます。イタリア君、あ、マジ？チャージが決まった。ヒューガ、スライディングで止めた。もらったぞ。翼君、ボールを奪うことができません。ここからシュートを打っていく。これは正面から抑えに行く。翼君、ここで止めた。体ごとぶつかっていった。ここから長い距離のパスを狙う。ナイスパスだ。あと、ドリブルを見送る。フランチェスコ君、このスライディングが決まった。三杉君、ボールダッシュ成功。マテオ君、ボールを狙うも届かない。なめるな。キューガ君、邪魔だ。敵陣を切り裂く。そりゃヨコッコリで鋭く反応。キーパー反応するも決まった。先制の。このためにグラウンドに立っているんだ。よし、レオタイガーショット。パスを回す。そうだ。鋭いスライディング。
タリア、まだまだ貫抜き。この接戦に決着、僅差の試合をものにして見事勝利です。いや、なん、うん、うん、よし、うん、頑張れよ。
お聞きください。この大会試合開始です。みんな、俺たちは挑戦者だ。相手がどこでも恐れず行くぞ。さあ来い日本、俺たちオランダが蹴散らしてやるぜ。バカバヤシ、ボールを狙うも届かない。新田、全日本、これは戦い方を変えてきたようです。クライフォート君、シュート、パスを受けた、ボールを奪った、スティンガーボールから来たら手振りシュート、止めた。確かに噂通りの力だ。そうだ、あいつがハンブルクの若林か。シュート、こぼれ球をものにした。カイザーフォート君、激しいタックル。カイザー君、ゴールを狙う。さあここわずか、うがっ、激しいタックル。シュートを放った。奪い返した。クライフォート君、ここから打ってきた。ジト、これをトラップ。クリスマン君、激しいタックル。モールフ君、クロスを上げた。レンセンブリンク君、ロングパスを受けます。当然の結果だ。ジト君、ボールダッシュ成功。まさに走るダンプカーだ。身の程をわきまえろ。そら、図体だけじゃ俺は止められないぜ。ここで球をものにした。ドリブルで突破、次々にかわしていく。どうした、そんなものだったか。ここは抜けません。パスを出します。ワンタッチで送る。ボールダッシュ成功。やったぞハーン君、スライディングでカット。ちっこい奴がうろちょろするな。な、なに、前半もすでに15分が経過しました。これは一体、ここからさらに発熱した展開が期待されます。それもらったぞ。ジャズの1番かわした。このタックルは不発に終わります。それは止められない。かわした。それ俺が力負けだと。ここを抜けた。ジャンプ1番かわした。ドリブルで突破。それ壁面を切り裂く。鮮やかなジャンプ。オランダボールを奪うことができず防戦一方です。激しいタックル。ケンドリックス君、ボールを奪うことができません。いけ、フリーキックからのリスタート。全日本、この作戦指示が功を奏するか。サイドを回す。はぁ、あ、ユータ君、ボールダッシュ成功。パス、これは通るか。逆サイドにボールを振る。鮮やかなジャンプ。それそれがごぼう抜きだ。ドリブルで突破。飛び越えた。連続突破で見せます。飛んでかわした。鮮やかなジャンプ。この戦いは不発に終わります。スライディングで止めた。見たくてさ、激しいタックル。そら、鮮やかなジャンプ。体ごとぶつかっていった。そら、横をすり抜けた。これがスーパス。みんな、本物のサッカーを見せてやろう。オランダ、前線の動きが活発になった。ここでオランダの進化を発揮するか。そのゴール必ず貫く。全身のバリアを決めた。ゴールを決めた。さすが天才キーパー若林君。時計は30分を過ぎたんだ。前半アディショナルタイム5分でしたぞ。鮮やかなジャンプ。翼くん、激しいタックル。やはりすごい選手だ。キーパーの音も貫いてやる。ボールを浮かせた。そしてボール、背中の力を入れて強烈なシュート。キーパー止められない。騒ぐほどのことじゃない。何？
はぁ、あ、おら翼くん、左へ預けます。それジャンプ1番かわした、次々にかわしていく、鮮やかなジャンプ。やだ、ほら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 、みんなよく頑張った。落ち着いて相手の、それを後半も厳しい戦いになるだろう。このハーフタイム、はい、ちくしょう。ああ、大会屈指ってのも、それに、情けないけど俺じゃ。みんな、あ、そうだよ。ああ、たけし、あ、負けてはいるが、いいことにチームの雰囲気は悪く、翼くんの言う通り、逆にタイミングよく、くっ。どうしたんだい？ああ、君の言う通り、だからその自信を打ち砕くにはどうせ、実は、俺、でもやっぱり、オランダの中心。わがままですまないが、僕がそ、美杉くんが、僕の実力が不安、もちろん。ああ、ああ、うん、さあ、俺たちは後半、ああ、やっぱりこんなものか。ついに姿を見せました。その一挙手一投足が注目されます。この後半、日本に攻撃のチャンスは与えない。日本よ、勝つのは俺たち、オランダだ。ここは抜かせません。やった、横をすり抜けた。クリスマン君、連続突破で見せます。それ体ごとぶつかっていった。行くぞ、三崎君、行くぞ、横にかわして突破、飛び越えた。スライディングで止めた。クソ、クライフォート君、切り返しでかわした。翼君、ボールダッシュ最高。スライディングで止めた。これで何？チャンスが決まった！それ！鮮やかなジャンプ！ミッキー君、激しいタックル！翼君、ここは抜かせません！佐野君、ワンタッチで送る！センターラインを越えて攻め込む！それ！鮮やかなジャンプ！止められない！飛んでかわした！ドリブルで突破。さあ、さあ、やった、ゴール前です。コルス君、激しいタックル。この10番、何者だ。これは南米式のドリブルだ。何、素早くつなぎます。鮮やかなジャンプ。ディック君、ボールを奪うことができません。くそ、それパスを回す。クライフォード君、何者だ。激しいタックル、ゴールを狙う。さあ、オランダ、ここからフリーキックです。そりゃ、クリスが決まった。ここから一気に攻め込みたいところ。フィリップ君、スライディングでカット、回して振り切った。チャージが決まった。ここはパスを出した。鮮やかなジャンプ、次も切り裂く。ハーン君、このスライディングが決まった。オランダ、チーム一丸となった超攻撃サッカーの最悪か。クリスマン君、ここで止めた。時計はすでに後半の15分を過ぎています。それ激闘の時間は残すところわずか。ボールダッシュ、ボールダッシュ成功。それパスを出します。フィリップ君、チャンスが決まった。かわして振り切った。飛び越えた。それそれ、ダイレクトでパス。鮮やかなジャンプ、それ自分を切り裂く。鮮やかなジャンプ。フィリップ君、ボールを奪うことができません。ボールスくん、ボールダッシュ成功。翼くん、ボールは友達渡しません。素早くつなぎます。
ワンタッチで送る。よし、かわって、よし、コルス君、ここで止めた。いけ、佐野君、激しいタックル。よし、佐野君、そら、佐野君、ここは抜かせません。マジか、友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。やった、鮮やかなジャンプ。奪い返した。それは、おれ、もらった。横にかわして、松山くん、激しいタックル。もらったぞ、かわした。敵陣も小さく、鮮やかなジャンプ。連続突破で見せます。体ごとぶつかっていった。ヒューガくん、激しいタックル。クライフォート君、これでスライディングでカット。終わったぞ、ここは抜かせません。クライフォート、ボールを奪うことができません。もらった、スーパーパスを回す。ウィッチャ君、激しいタックル。いよいよ後半アディショナルタイム。もらったぞ、両チーム最後の力を振り絞って走ります。止められない。そうだ、そうだ、さあ、もらったぞ。かわして、そうだ、全日本攻勢が続きます。クリスマス、ボールを狙うも届かない。飛び越えた、そうだ、スリスリにかわしていく。全日本敗北。健闘を見せるも流れを変えることはできませんでした。Okay, and I'll try again. I'll show no blood and mercy. さあ、大観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく開始されます。全日本対オランダ、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼとか。よし、一戦の切り札が切られました。みんな、俺たちは挑戦者だ。連続、相手がどこでも恐れず行くぞ。大逆転だ。のシュート。さあ、来い、日本。俺たちオランダが蹴散らしてやるぜ。変えてきたようです。ここで作戦を変えてきました。お前との喧嘩はわしの勝ちたい。ロールス君、スライディングでカット。それ、ヘンドリックス君、行け、横にかわしてみようか。全日本、この作戦指示が功を奏するか。あっと、奪い返した。ダメだ、パスが決まった。佐野君、ここはパスを出した。ニタッタさん、シュロイドリブルで抜き取る。俊足を駆使した突破だ。ヒューガさん、ヒューガ君、ここだ。センタリングに合わせ、不正だ。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。しまった、勇ましい突破だ。これでスライディングで止めた。終わった。
連戦ブリンク君飛んでかわしたほらチャンスが決まった松山さん翼君パスを出しますキーラ君ダイレクトやったウォールズ君スライディングでカットクリスマン君ここはパスを出したそらはっ松山君スライディングでカットあっという間に前半も15分が経過なんだとここから流れを掴むのはどちらのチームか翼くんセンターラインを攻め込む俺の豪快なシュートいやでもこのボールに立ちはだかるゴールマン君ゴールを守ったパントキックどこまで運べるか翼くんボールを奪った翼くん狙いすましたパスを送るよっしゃゴルフ君ボールを奪うことができませんタイガーショットブルブルで鋭く反応渾身のセービングパントキックで大きく蹴り出したパスを受けた何日本にもこんな奴かここはパスを出したそれそれまさに走りたいからだ鋭いスライディングみんな本物のサッカーを見せてやろうオランダ前線の動きが活発になったここでオランダの進展を上げてるか翼くんタックルも決めた身の程をわきまえろ遊びはここまでだ全身のバネを持ち行くぜすさまじい最高力のシュートだこれを決めたさすが天才キーパー若林くんまさに走るダンプカーだスマブコール破壊力だまさに走るダンプカーだそらセンターラインで攻め込むジゾー君スライドシュートを放ったダンプこのシュートをここだで育ったあこれも防いできたパントキックどこまで運べるか翼ヘッドでパスを送る翼くん三崎くん素早くつなぎよーしくんタックルも決めたさあかわした三田くんボールを奪うこと前半を終えて未だ同点ここからこれはまさに秘密兵器だこの後半日本に攻撃のチャンスは与えない日本よ勝つのは俺たちオランダだ俺だそれパワー勝負なら負けねえダンプカーだ破壊力だ自動くん
これは見事にキャッチ。どこまで運べるか。翼くん、このパスをカットします。よし、でボールを運ぶ。ここは僕だ。全身ボールが決めるんだ。アタックでボールを受け止める。ドールマンくん、ゴールを割らせません。全日本、この作戦指示が功を奏するか。クリスマンくん、このボールのコントロール、体を動かしていった。ジトーくん、まさに走るダンプカーだ。うん、破壊力だ。ここからシュートに持っていく。佐野くん、シュートコースを変えた。なんとか防いだ。フィリップくん、このボールを拾います。パスを回す。ディック君、パスを出します。チャージが決まった。何、ね、クライフォード。松山くん、ボールを狙うドラマじゃない。スライディングで止めた。クライフォードくん、ボールを浮かせた。遊びはここまでだ。そしてここで全てのこれが本気のスティングだ。横飛びで鋭くキーパー止められない。これが俺の力だ。鮮やかにゴールを決めました。ヒューガくん、ここはパスを出した。それダイレクトでパス。ジトー君、まさに走るダンプカーだ。ボールダッシュ成功。翼くん、このスライディングが決まった。新田くん、スライディングが決まった。ジトー君、なんという破壊力だ。ゴールを狙う。いけいけ、チャンスが決まった。バンタッチで送る。ハンドボールを奪った。いけ、素早く繋ぎます。ジトー君、まさに走るダンプカーだ。必殺の成功を放った。佐野君、シュートコースを変えた。この距離からシュートこのくらいちょろいね。クライフォード君、見事な切り返しで抜いた。三崎、三崎くん、ボールパスを受けます。ボールダッシュ成功。連鎖ブリンクくん、飛び越えた。ここで止めた。カイザーくん、ボールを奪うことができません。三杉くん、飛行士の華麗な技だ。体を反転させかわした。三杉くん、飛行士の華麗な技だ。ここしかない。スライス回転をかけてきた。止めた。翼くん、このパスをカットします。ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。スイッシュだ。翼くん、これはゴールデンコンビが見せる大技。スイッシュだ。ボールの勢いを止められない。防いだ。ワンダンジャット、パントキックで大きく蹴り出した。クリスマン、パスを回す。クライフォード君、見事な切り返しで抜いた。NEXT NEXT。 なあ、うん、
さすがだね。お前は。よし。よし。頼むぞ。やっの。Thank you.
마디 대봤어 저거. さあ、いよいよ始まります。さあ、三連勝を目指して行くぞみんな。うん、今日も勝つよ。負けっぱなしで帰れるかよ。行くぜサンゴール。反り待つ必殺。うわ、シュートを体で止めるつもりだ。シュートの勢いも体で止めました。これは何年式のドリブルだ。もらった。ここは抜かせません。澤田くん、素早く横にかわす。そこルベングくん、ボールが出撃。それ、鳥松くん、素早く横にかわす。ここから打ってきた。パントキックで大きく蹴り出した翼くん。ワンタッチで送る。澤田くん、シュートを放った。全日本、ここで作戦を変えてきました。パスを受けた。パスを出します。澤田くん、ここで止めた。反町くん、ここからチャンスを作れるか。素早く横にかわす。反町くん、シュートだ。パントキック、どこまで運べるか。セックくん、このボールをコントロール。これは南米式のドリブルだ。翼くん、ゴールを狙う。アーメットくん、これはキャッチできない。やっぱりダメだ。ルベングくん、ここで止めた。
破よし。ドリブルで突破。まだまだ突っ込むぜ。ジャンプ一番かわした。行くぞ。バルチャーショットだ。ハゲタカのようにゴールを狙う。ゴールダッシュ成功。このクロスは通るか。これは一騎打ちだ。空中でぶつかり合う。松山くん、この対決をものにした。タケシ、あっという間に前半の15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。あと、ドロップサイド。全日本、この位置からのフリーキック。松山くん、右サイドへの展開。やりました。このパスもカットします。スライディングで止めた。ショウくん、横にクロスで突破。ミスギくん、激しいタックル。ミスギくん、このボールを送る。横を突き抜いた。ソリマスくん、敵陣を切り抜く。真っ向からシュートを受け止めた。大きくクリア。鋭いスライディング、かわした。セネガル、ここで仕掛けます。そのスピードはまさに旋風のようだ。セネガル、もう一段ギアを上げてきたぞ。ジャロ君、ここは抜かせません。セネガル君、ここからチャンスを作れるか。ここはパスワードさ。パスワードさ、表しのようなドリブル。勇ましい突破だ。それサンゴール君、よし。ボールを狙うも届かない。はっ、痛まっているところだ。くれ、これで決死を張る豪快なショートだ。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。ミトギ君、タックルも決めた。翼君、ボールは友達、渡しません。豪快にシュート。横に飛んだ。これはキャッチできない。シーク、これをトラップ。チャンスが決まった。あとドリブルを見送る。澤田君、これは必殺のロングパスだ。ゴリラ君、ゴリラにシュート。懸命にかき出した。こぼれ球をものにした。ソリマツ君、ここは抜かせません。トロジェン君、ここで止めた。パスを出します。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところあとわずか。いくぞ。いけ。ここで大きくサイドチェンジ。ソリマツ君、ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。水木君、激しいタックル。パス、これは通るか。ソリマス君、パスのシュートでゴールを狙う。なあ、なるほど。ボールにぶつかっていく。あー、早くあっそらはめる。前半を終えて未だ同点。ここからさらなる激闘が繰り広げられるのか。みんな、僕の周りを囲んで、パスの選択肢を増やしてほしいんだ。このボールコントロール。ソリマツ君、ボールダッシュ成功。あーと、この位置でなんて不安だ。ここは抜かせません。ソリマツさん、ロングボールを送る。全日本、ここで作戦を変えてきました。サンゴール君、このボールのコントロール、かわして振り切った。ここは抜かせません。ここはパスを出した。松山君、スライディングでカット。ソリマチさん、ソリマチ君、シュートだ。と、止めた。パントキック、どこまで運べるか。タケシ、ここでパスカット。ミスギ君、激しいタックル。あーと、この位置でパスカット。ここは抜かせません。パントキックで大きく蹴り出した。パスが決まった。
このタックルは不発。ここからエルドに持ってくる。ここまで鋭く反応。アーメット君、ゴールを割らせません。アーメット君、アーメット君、素早く繋ぎます。それスライディングで止めた。パスを出す。チャージが来ました。素早く繋ぎます。ソリマチ君、ワンタッチで寄せる。行くぞ。激しいタックル。セネガル、プレスかけます。そのスピードはまさに旋風のようだ。ブレンキ、このスライディングが決まった。ここはパスを出した。チャージが決まった。タケシ、沢田君、ロングパスを受けます。横に仕掛けた。沢田君、連続突破で見せます。ソリマチさん、ソリマチ君、Typical goal and I'll be hoping. Panto kick で大きく蹴り出した。このパスをトラップ。これが本物だ。このスライディングが決まった。沢田くん、センターラインを越えて攻め込む。ムレンキ、素早く横にかわす。ここで止めた。さらにスライディングで止めた。そっか、沢田君、ここで止めた。沢田君、素早く横にかわす。このタックルは不発に終わります。な、いや、みんな、ここから長い距離のパスを狙う。ソリマチ君、ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。よし、ジャロ君、飛んでかわした。ジャロ君、ここはパスを出した。ジドウ君、タケシ、ここは抜かせません。よし、沢田君、横にかわして突破。ヒルガさん、ボールはタッチしてくれた。セネガル、ここでスローインを得ました。あとロングスロー。ソウ君、ボールを持った。はあ、ユーガやんな。ユーガ君、ここは抜かせません。いけ、やっ、ブレンキ、ボールダッシュスピード、体ごとぶつかっていった。もらった。フェイントだ。そらセンターラインを越えて攻め込む。かわして振り切った。ソウ君、このスライディングが決まった。ジェネガ、ここで仕掛けます。そのスピードはまさに旋風のようだ。ここでパスカット。ニクニク、激しいタックル。それ、ここはパスを出した。翼くん、ここは抜かせません。ショウくん、なぁ、やめないね。これは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。ここはパスを出した。勝てた。チャンスが決まった。カマナくん、このパスをカット。カロス、なんうん、まさに死闘。長引きチャレンジ。激しい戦いは両者引き分けという結果に終わりました。はい、ゲノサイ、ラグビThank you.
覧ください。スタジアム。やっと3連勝目指して。行くぞみんな。うん。今日も勝つよ。負けっぱなしで帰れるかよ。行くぜサンゴール。どこまで運べるか。うん。頼むよ。ソリオス。かわして振り切った。ショウ君、ボールダッシュ成功。次々にかわっていく。セント君、素早く横にかわす。ここは抜かせません。パス、これは通るか。ソリマチ君、ナイストラップ。クライム君、このスライディングが決まった。かわして振り切った。何だあれ、僕は突破で見せます。やらせるか。松山君、このスライディングが決まった。そりゃ、ローサかわした。やっ、ソルケン連続突破で見せます。そりゃ、素早く横にかわす。沢田君、つらを当てをかけてゴールを狙う。防いだ。全日本、ここで作戦を変えてきました。パントキックで大きく蹴り出した。右へパスを送る。チャージが決まった。敵陣へ攻め込む。ここは僕が見かけ全身全力のシュート。このシュートを体で止めるつもりだ。ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。もう勝った。見すぎか。ボールを狙って届かない。セック君、横にかわして突破。セネガル、もう一段ギアを上げて。ソーダ君、素早く横にかわす。横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。サンボール君、トリッキーなドリブル。セック君、横にかわして突破。ソーダ君、ここは抜かせません。ソリマチ君、これは南米式のドリブルだ。ここはパスに切り替えた。そんな、うますぎる。素早く横にかわす。サンボール君、まるで踊るようにかわした。それ三杉君、激しいタックル。ソリマチさん、逆サイドにボールを振る。ソリマチ君、ゴールを狙う。ハントキックで大きく蹴り出した。三杉君、ワンタッチで送る。三杉君、パスを出します。沢田君、横にかわして突破。敵陣を切り裂く。沢田君、これは必殺のロングパスだ。もらった。セネガル、ボールを奪うことはできず防戦一方です。沢田君、クロスに合わせに行く。止めた。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。それスライディングで止めた。翼君、ボーダルは友達、渡しません。沢田君、素早く横にかわす。鋭いスライディング。ソリマチ君、豪快にシュート。ガーネット君、ゴールも割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。サンボール君、このボールをコントロール。ソリマチ君、激しいタックル。これはロングスローだ。でかい。タックルも決めた。ここで大きくサイドチェンジ。沢田君、シュート。翼君、タックル決めた。これを見ろ。ボールを狙うも届かない。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れ。なんて柔らかいテクニックだ。かわした。それやかわして振り切った。激しいタックル。翼君、このパスは通らない。翼君、このスライディングが決まった。ここから一気に攻め込みたいところ。沢田君、これはヒビのストローを取った。ゴールに飛びつく。決死のセーブでゴールを割らせない。
バーバーズミン、みんな前半を終えて未だ同点。ここからさらなる、みんな僕の周りを囲んでパスの選択肢を増やしてほしいんだ。ああここはパスを出した。それとさらし飛んでかわした。キングス激しいタックル。サンゴール君ボールを奪うことができません。セック君ここは抜かせません。あっとここで止めた。このタックルは不発に弱いわ。チャンスが決まった。サンゴール君なんというテクニックだ。アークブリックシュート。このようなシュートが生まれているか。ワンタッチ横に飛んだ。この距離からシュート。これで切れる。アークブリックシュート。やめるな。よし、ソリマツさん、行きますよ。ああ、次々に変わっていく。ソリマツ君、ゴールを狙う。そうか、このなんて不満だ。激しいタックル。ロングボールを送る。このパスをトラップ。そんなよって振り切った。絶対に決めるぞ。これはエンドリー中だ。あっとこれを弾いた。シーク、これをトラップ。よし、決まった。どうだ翼君、ボールは友達。これを見ろ。離しません。俺のシーク、シュートを放った。これは反応しているぞ。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。これでここはパスを出せ。チャージが決まった。いっそ敵へ攻め込みます。ドライブシュート。ここからシュートに持っていく。キーパーを動かす。ロングシュートを決めてきた。これが俺たちの力だ。行くよみんな。それあは、止めてみろ。くそ、こいつら早すぎる。落ち着け。とにかくボールを奪うぞ。カマラ君、いけっ。ボールも届かない。こんなアラブルパフェント。やばい。これは南米スロット。これを見ろ。力を貸して強烈でキュート。ディアラ君、これをブロックに行く。アーメット君、これはキャッチできない。ハッカット、このボールを拾います。ロングボールを送る。ヌベング君、このボールをコントロール。セバタ君、激しいタックル。激しい。時計はすでに後半の15分を過ぎています。パスを受けに行け。そう、決着まで残すところわずか。ハッカット、回転をかけてシュートを放った。あっと、これを弾いた。サルマチさん、あっと、ドリブルを見送る。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ミスコ君、このパスをカットします。体を反転させかわした。ここしかない。僕が決めてやる。これはスライス回転をかけてきた。アーメット君、ボールはまだ生きている。さあ、ボールを抑えた。翼君、いい形でボールを奪った。ボールを奪った。っ、ソリマチ君、横にかわしてオッパー。止められない。ここはシュートに持っていく。このボールに飛びつく。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。3ゴール。体ごとぶつけていった。ヌベング君、ここで奪った。パスを出します。翼君、激しいタックル。チャージが決まった。翼君、激しいタックル。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りました。勇ましい突破だ。翼君、嵐のようなドリブル。連続突破でいけ。翼君、ここはパスに切り替えた。これは通るか。ここで大きくサイドチェンジ。了解が来た。シュートを受け止めた。
く。ここは抜かせません。そこ松山君ダイレクトでパス。ちょっと決まった。それサンゴール君まるで踊るようにかわした。体ごとぶつかっていった。そこ沢田君渾身のパスを味方に送る。取り出して豪快のシュート。ボールはまだ生きている。さあこぼれ球をキープ。美咲君それ松尾君ここで止めた。かわして振り切った。三國君スライディングでキャット。沢田君渾身のパスを味方に送る。反町君ヒットのシュートでゴールを奪う。アンアンマック同点で決着。熱戦を繰り広げた選手たちに拍手が送られます。拍手。3連勝を目指して行くぞみんな。うん、今日も勝つよ。負けっぱなしで帰れるかよ。行くぜサンゴール。どうだ。頼むよ。ここだ。必殺のシュートを放った。あ、弾きます。さあこれをトラップ。鋭いスライディング。セネガルゴールキックで仕切り直します。アーネット君ロングパスだ。このパスをトラップ。よくすり抜けた。はあ、ジャロ君それセンターラインを越えて攻め込む。それよっしゃ奪い返した。サンドワール君ボールを狙うも届かない。翼君これは何でしょう。ドリブルだ。渾身のパスを味方に送る。任せろ嗅覚味方。これはうまく受け取った。敵陣を切り裂く。ショウ君ボールを奪うことができません。レオタイガーカット。このボールに飛びつく。ボール君に突き刺さった。このためにグラウンドに立っているんだ。敵かい。サイ君パスを出します。それカット。横にかわせた。チャージが決まった。よし見たか。嗅覚敵陣を切り裂く。レオタイガーショット。これを乗せるぞ。あっとこれを弾いた。カラッとボールを持った。セッタリングで止めた。見た。嗅覚クロスを上げた。アーネット君ゴールを守った。パントキックどこまで運べるか。ジボ君ゴールダッシュ成功。まさに走る角度だ。なんという破壊力だ。ジボ君必殺のシュートでゴールを狙う。ボールの勢いを止められない。防いだ。早くも前半の半分が経過しましたが試合の行方はまだまだ分かりません。ヒューガ君シュートを放った。あっさあ行きます。かわして振り切った。まだ来るぞ。激しいタックル。チャージが決まった。それ全日本これは戦い方を変えてきたようです。セック君
センターラインを越えて、それマスルブランク、このスライディングが決まった。見た、やった、セロドリドリブルで抜ける、ハヤブサのようなセロドリブルシュート、夜まで金属反応、アーメット君ゴールを割らせません。ラベルとぶつかっていた、キューナ君邪魔だ、次々にかわしていく、ワオ君激しいタックル、じゃあサリーパスを回す、クソこの野郎、なんでかわした、ドリブルでボールを運ぶ、チャージが決まった、よしサイ君ダメだ、素早く横にかわす、なんと奪い返した、それ翼君ここからチャンスを作れるか、ボールはこの先渡しません、翼くんシュート、アーメットくんゴールを守った、パントキックどこまで運べるか、セネガルここからカウンターを仕掛ける、ダーラとぶつかっていった、このテクニックはフランスのツインシュート、翼くん息の合った連携からそこシュートに持っていった、ボールはまだ生きている、ディアラさんボールダッシュ成功、それサンゴール君素早く横にかわす、イサキ君激しいタックル、ツインシュート、翼君これはゴールデンコンビが見せる、ツインシュートだ、ゴール隅やった、翼君行けるぜ、チャージが決まった、見たくてさ突破だ、ディアラ君激しいタックル、ジト君このパスを返してきます、セネガルここで仕掛けます、そのスピードはまさに本気のようだ、セネガルもう一段ギアを上げてきたぞ、世界を勝負するんだ、ゴールはエアコンメーター、まさに主人若林源三、全日本リードして前半を折り返します、このまま押し切ることができるのか、僕の周りを囲んでパスの選択肢を増やしてほしいんだ、 C 君パスを出します、あっと奪い返した、サンゴール君ここは抜かせません、セック君センターラインを越えて攻め込む、サンゴール君ナイスレシート、シュートを放った、これはキャッチできない、サンゴール君シュート、ボールを奪うことができない、ここは抜かせません、サンゴール君クロスを上げた、ミサキ君ここで奪った、サンゴール君ここは抜かせません、なんというテクニックだ、まるで魔法のようなスピードが生まれるんだ、キーパー反応できない、サンゴールシュートはゴールへのパスだからね、それよし、ソリマツさん、行きますよ、ああ行くぞ、もう一回見せる、敵陣を切り裂く、回転をかけてシュートを放った、よくまで鋭く反応、アーメット君、ゴールを割らせません、全日本、ここで作戦を変えてきました、翼君、センターラインを越えて攻め込む、それこれは何点式のドリブルだ、
ツインシュートだ。翼くん、息の合った連携からもらった。ダウンシュートに乗っていった。これはブロインスパイだ。アーネットくん、これはキャッチできない。それ見たか、僕のテクニックを。ジムスト激しいタックル。そこ水木くん、体を反転させかわした。シュート。ボラアーネットくん、ボールはまだ生きている。サールくん、ボールを持った。ソウくん、パスを回す。サンゴールくん、左に合わせます。クソ、どれ。ジムくん、ボール奪取成功。行くぞ。ドリブルでボールを運ぶ。ムベンゴ、このスライディングが決まった。ここしかない。ミッチー、ケア。これはスライス回転をかけてきた。これがスライスシュート。見事に突き落とした。みんなそれ。あ、ここで仕掛けます。そのスピード、くそ、こいつら速すぎる。落ち着け。とにかくボールを奪うぞ。ツインシュートだ。翼くん、息の合った連携からもらった。ダブルシュートに乗っていった。これはブロック失敗だ。ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。サンゴールくん、まるで踊るようにかわした。体ごとぶつかっていった。それ行け。それ。ここでチャンスを繋がします。それ澤田くん、激しいタックル。素早く横にかわす。澤田くん、シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。これで澤田くん、ここで止めた。いけ。敵陣へ攻め込みます。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。ツインシュートだ。翼くん、これはゴールデンコンビが見せる。そこだ。ツインシュートだ。やった翼くん。やったやった。翼くん、それいけ。しまった、なんてテクニックだ。このパスをカットします。セッカー、ゴール前に持ち込んだ。この位置でコース交代だ。取った。まさに鉄壁の守り。このスライディングが決まった。いくぞ。ゴールはもらった。ハゲタカのようにゴールを狙う。これは抜かせません。センタリングを上げた。このパスは通らない。全日本、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。よーし、あ、かわるか。 C 君、ボール奪取成功。翼君、これは南米スピードだ。渾身のシュート。横に飛んだ。と、止めた。いけ。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。いくぞ。さあ、激しいタックル。ヒューガ君、レオタイガー、ちょっと。これは正面から押さえに行く。あっと、そのまま押し込んだ。これを決めなきゃストライカーじゃねえ。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。Thank you.
お待たせしました。さあエンペラとか、このスタンドはどこかに。試合中に考え事は良くないぜ。ボールはもらうぜ、ジーマ。一発のセーフを放った。これは反応しているぞ。ガルトーニ君、ボールはまだ生きている。パスを受けた。それエンペラ君、ここで止めた。ボールはこの時渡しません。行くぞ。翼くん、渾身のシュート。ここだ。翼くん、このシュートに反応している。翼くん、このボールを拾います。これは何で式のドリブルだ。ここだ。翼くん、一発のシュートを放つ。ここで先制。これが俺たちの力だ。パスカルくん、パスを出します。ディアス君、右へパスを送る。パサロ君思ったよりやるな。ここは抜かせません。ボールは友達、渡しません。いくぞ。翼君、必殺のシュートでゴールを狙う。ここだ。ガルトーズ君、横に飛んだ。パントキックで大きく蹴り出した。そんなものか、ジーバ。こっちだ。前転でかわした。決まった。翼くん、得意のヒールリフトで抜かった。センベロくん、ここは抜かせません。チャージが決まった。翼、翼くん、ロングパスを受けます。体ごとぶつかっていった。マサオくん、ボールダッシュ成功。センベロくん、タックルも決めた。体ごとぶつかっていった。ミサキくん、横にかわして突破。全員シュート。戦い方を変えてきたようです。ガルトーク、このシュートに反応している。この作戦指示が功を奏するか。ここで作戦を変えてきました。いけ。ヒューガ君、ディアスが負けた。敵陣へ攻め込みます。ツインシュート。翼君、これはゴールデンコンビが見せる王者。ツインシュートだ。ガルトーク君、カロースでこのボールを弾く。もらったよ。さあカウンターだ。ここでパスカット。鮮やかなジャンプ。これはごぼう抜きだ。マサオくん、ここだ。一発のシュートでゴールを狙う。これはキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。マサオくん、ダイレクトでパス。ヒューガくん、このスライディングが決まった。連続ゴールまで見せます。いけ。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼くん、お箱のヒールリストだ。シュートを放った。このシュートは枠を逸れた。アルゼンチン、ゴール前からどう展開していくか。大きくパス。ディアス君、ロングパスを受けます。あっと、取り返した。ヒューガ君、それシュートだ。あっ、はじきます。こぼれ球をものにした。俺が世界一。世界的プレーを見せ、俺が天才ファンティアスだ。ディアス君、前転でかわした。見せてやるぜ、俺の力。アクロバットな動きで大きくヘッドシュートを打った。止めた。挑戦、まさに死守。若林源三、チャンスが決まった。ブランキー、渾身のシュートキューガ、あらわしのようなドリブル。それはキューガ君、連続突破で見せます。見たか。それはドボーネだ。レオタイガーショット。よし、パサロ君、これをブロックに行く。ブロックを突き破りゴール。ゴール隅に突き刺さった。まさにヒット。これを決めなきゃストライカーじゃねえ。よっしゃ。どけ。
新田君、ボールは取ることができません。パスカル、さあ行くぜパスカル。パスカル君、俺たちのコンビは止められないぜ。スリーシュートだ。これは反応しているぞ若林君。ボールはまだ生きている。さあボールを取ったり、時計は30分を過ぎました。頼むぞ。前半アディショナルタイム突入です。キューガ、そら、ここから長い距離のパスを狙う。この葉のように回る。ウェーン、ハンチ、おー、え、食べる。全日本、ここでスローインを得ました。ああ、パリコパリコ。チャンスが決まった。翼くん、ボールは友達、渡しません。翼くん、全日本、前半を優位に進めて終えました。この流れを保っていきたいところ。後半も勝負だ、ディアス。久々に楽しくなりそうだぜ。ガリア君、パスを回す。体ごとぶつかっていった。俊足を駆使した突破だ。当然さ、ガリア君、このスライディングが決まった。スライディングで止めた。よっしゃ、敵陣へ攻め込みます。翼くん、パスを出します。岬くん、センターラインを越えて攻め込む。そんな、横を振り抜けた。岬くん、ゴール前にあった。これたちのプレゼントだ。スカイラム、スカイラム、なんとか、ここもセルド、アイファー止められない。これがスカイラムハリケーンだ。ゴールのゲット、それそれ、もらった。さあね、よし、完全でかわした。それか、イスナック、スライディングでカット。ハクヨン、ボールダッシュ成功。横にかわして突破。シートパスタイ、タックルを決めた。パスカル君、激しいタックル、回転ヘルメットシュートを放った。ここだ、反応しているぞ若林君。ボールはまだ生きている。これはゴールラインを割ります。全日本、ゴール前からどう展開していくか。若林君、ロングボールを送る。このパスは通らない。チャージが決まった。それ嘘だ、俺が。激しいタックル、石崎君、タックルも決めた。ロングボールを送る、長いパスが通った。そら、はっ、もらった。岬君、横にかわしてスーパー、次々にかわしていく。ドリブルでボールを運ぶ。このスライディングが決まった。翼くん、これは南米式のドリブルだ。マサ、このクロスは通るか。
このセンタリングはものにできるか。ヒューガクロスを上げた。両雄ここで激突。空中でぶつかり合う。加速 この大一番を制する。ハサロ君このボールを拾います。そらあとドリブルを見送る。ほら東君高速で抜けた。鮮やかな前転で突破。さあショーの始まりだぜ。側転バク転キャッチからのミラクルオーバーヘッドだ。ブロックを切るゴールで若林君これはキャッチできない。ディアス君これをトラップ。ディアス君俺についてこられるか。側転バク転キャッチからのミラクルオーバーヘッドだ。そのまま押し込んだ。ロングスリー天才に不可能はない。ヨウジドリブルで突破。さあこれ敵陣を切り裂く。センターラインを越えてスリーシュートだ。いけガルバン君カットだ。ボールはまだ生きている。ハサロ君このボールを拾います。カクオ君スライディングでカット。センタリングを上げた。長いパスが通った。このクロスは通るか。カクオ君クロスに合わせていく。ニッタ君ここは抜かせません。ガレア君スライディングでカット。体ごとぶつかっていった。ミサキ君ここからチャンスを作るか。ハルス君激しいタックル。アルゼンチンキャプテンのこの天才的プレーを見せつけるのか。チャンスが決まった。敵陣へ攻め込みます。何翼くんこれは南米式のドリブルだ。よし全日本勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。